狙ってないです。はい、ということでね、たくさんの、ね、皆様と素敵なお時間を過ごすことができました。最後に皆様にメッセージをお願いします。さあね、2024年いろいろなことがありましたね。まあ、まだ12月始まったばかりなのでね、もう少しお時間はありますが、もしね、やり残したことなどあったら、ぜひね、早めに、2024年悔いのないように過ごしていただければと思います。さあ、今日はたくさんの皆様集まっていただきましてありがとうございました。ドアラからの温かいメッセージを最後にお届けします。何？寒いからあったかいもの食べてたくさん寝てくださいでした。さあ、ということで中日ドラゴンズマスコットキャラクター